皆さん参ろう。ニューヨークでビールの無理やってるヨシです。 Hello everyone, I'm Yoshi. アビアの無理へ in New York。 さて本日は第2回目ビール作りをやりたいと思います。イエー。前回 IPA を作ったのですが、今回はセイゾンを作っていきたいと思います。前回の IPA とはですね、全く違うことを、全くとはないんですけど、なんか違う工程を踏むことになります。今回の材料はですね、今回はですね、シラップですね。で、今回はですね、実はドライの、モルトエクストラクトを使うことになっております。ホップもまた全然違うホップですね。はい、このゴーディングスっていうホップは全然知らないんですよね。で、まあこのシュガーは一緒ですね。で、まあグレインですね。で、イーストもちょっと違ってですね、ベルジアンのイーストになります。まあ、ベルジアンエールのエールになりますかな。今回の、ものはこんな感じになっております。で、前回同様この鍋とファーメンターですね。そして、前回使えなかったチラーがこちらになりまして、まあチラーは今回使えることになってるので良かったです。で、何が違うかと言いますと、まあ今ちょっともうこの中に水が入ってるんですよ。水が入ってるんですけど、前回は5ガロンを入れたんですけど、今回は 2.5 ガロンで始めて、その後水を足すというやり方になっております。まあね、いろんなビールを作っていろんな工程があるのを知れるのはすごく嬉しいなと思っております。まあ、こんな感じのものを今日は使っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それでは早速やっていきたいと思います。これをまず火にかけまして、このグレインを入れていくんですけど、今回もまたですね、このそば茶をちょっとこのグレインと一緒に、入れてみたいと思います。前回の動画をご覧になってない方はぜひ見てほしいんですけど、 IPA を作ったんですよ。で、その時にもですね、まあグレインと一緒にですね、そば茶を入れて作ってみたんですけど、まあそばの味とかそばの香りはしなかったんですけど、その苦味がすごくこうアーティーな感じになったのは多分そばのおかげなんじゃないかなと思っています。そばビールを作りたいという夢がありましてですね、そのためにちょっと実験をやっている途中でございます。今回はセゾンでちょっとそば茶を入れてみようかなと思っております。こちらを今回はこのゴミ箱の上に入れます。はい、グレインが入りました。こんなことしてます。ここにですね、そば茶をちょっと入れていきたいと思います。ここかな。そばも入れました。これが私のシークレットイングリデンツです。はい、これを入れていきます。で、これはどれぐらいやるかと言いますと、まあ大体20分ぐらい、このお湯がですね170度フランハイトになるまで、入れておくということです。では20分後ぐらいに溶き飛ばし。はい、ですね、約20分が経ちました。今160度フランハイトぐらいかな、鍋の中からですね、こんな感じでいったと思います。170度フランハイトいったので、で、前回同様お茶と一緒ですね、最後の一滴まで。でも絞ってはダメです。これではこれをですね捨てます。一旦ですね、これを沸かします。それではですね、これがですね沸くまで溶き飛ばし。はい、もうそろそろ沸いたのでですね、ピルセンモースト、モルトエクストラクトシロップと、こちらの、ピルセンライトドライモルトと、こちらのババリアンウィートドライモルトを、入れていきたいと思います。一旦ですね、火から離しまして、前回5ガロンめっちゃ重かったんですよね。あ、これ全然なくなる。これをまず火からちょっと離しましてですね、ではまずこちらの、ピルセンモルトエクストラシロップを入れていきます。よし、生でいいでしょう。そしてですね、こちらの
キルセンライト、ドライドモルトエクションと、これですね、これをちょっと入れていきます。でこちらの、バーガリンウィートドライドモルトエクストラクトを入れていきたいと思います。混ぜます。どんな状況かと言いますと、前回と違ってね、なんかちょっと白っぽくなりましたね。これをですね、またですね、これからどうするかと言いますと、火にかけてですね、また沸騰させます。これを一旦まず、また火の方に戻す。よいしょ。で、再度沸騰させた後にですね、まず沸騰させてから、1時間、沸騰させます。で、その時に1時間沸騰させる時に一緒に入れるのがこちらの UK ケントゴールディングスというホップでございます。60分間、その1時間一緒にボイルします。そして50分が経った時にですね、こちらとこちらのですね、サーズとティリアンゴールディングスっていうホップがあるんですけど、これの、まあ、ここに1オンス入ってるんですけど、これの、0.25オンスを50分経った時に入れます。そして残り2分になった時に残りのこのホップ 0.75オンス1を入れます。で、60分経った後チラーでですね、それを一気に100度フランハイトまで、このチラーを使って下げていくという工程に移ります。それではですね、このワーク、爆汁ですね、爆汁が沸くまで取り通し沸いております。ちょっと曇るから見にくい。はい、沸いております。では60分間タイマーします。ではこちらの、UK ケントだよね、 UK ケントゴールディングを入れていきたいと思います。イングリッシュエールに使われるそうです。あー、結構ほんとスパイシーの匂い、香りがしますね。では入れていきます。美味しくなってね。それではですね、10分前、沸騰の終わる10分前だから50分後ですね、50分後まで、時を飛ばしたいと思います。それでは50分後に時飛ばし。はい、こちらのワートがですね、現在、45分ぐらい、沸騰した状態になりました。前回活躍できなかったこのワーク、あのチラこれね、これをですね、この中に入れて殺菌をしていきたいと思います。この中で殺菌です。沸騰している中で殺菌しています。それではちょっと入れていきたいと思います。まずは、シトリアンゴールディングス入れます。 0.25 オンス、これやありました。そしてこちらのサーズの入れます。これ入りました。58分になるまで、時を飛ばしていきましょう。溶き飛ばし。はい、2分前になったので、ホップを入れています。残りのホップですね、 0.75 オンスずつ入れていきます。おりゃ、美味しくなってね。入りました。で、あと1分45秒待ったらですね、火を止めて、一気に100度まで落としていきたいと思います。終わりました。いきます。よし、じゃあこれを一気にですね、切らしていきたいと思います。いい感じです。水を通してこう来まして、こう来ましてですね、でこの中にあのチラーが、はい、渦巻いてるチラーがあるんですけど、その中に水が通って、冷えた水、あ、じゃあ熱くなった水がこう奥からまだ流れているという感じですね。はい、では、この状態でですね、100度まで、下げていきます。それではそこまで溶き通し。ありました。ということで、それではですね、ここにこのワートを入れていきます。
OK です。一応これで完成なんですけど、前回やってなかったハイドロメーター、これね、これちょっと使い方がよくわからないんですけど、ちょっとやってみます。はい、こんな風に入れます。これがサンプルです。そしてこれを落とすのかな。3よりは浮いてるのか、4か、 1.04 ですね。 1.040 ですね。はい、だと思います。で、今から何をするかと言いますと、こちらにですね、イーストを入れていきます。終了です。で、これで、2週間をこのまま置きます。はい、とりあえず完成いたしました。イエーイ。今回はね、基準も測ったんで、まあアルコール度数も測れるんではないかなと思っております。ご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そうですね、次は、ボトルに詰める作業の時にお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビール飲むれの吉田でした。 See you soon。